嘘でしょ、嘘でしょ、ピエール・マルコリーニじゃない。おいおい、嘘だろ、これはピエール・マルコリーニだよ。すごい、スタッフさん奮発したんだ。スタッフさんどこ、スタッフさん大好きだよ。今年もチャイだけのハッピーバレンタイン、最高。はい、皆さんご視聴ありがとうございます。うん、ありがとうだよね。今回の YouTube は、うん、この動画の解説をしようと思うよ。あ、いいですね。スタッフさん一人で作ってたからさ、うん、こういうのやってあげないとかわいそうじゃん。うん、今回は特別にご紹介いたしましょう。あ、カリンちゃん、これは何をやってるのかな。チャイちゃん、これはね、ワンタッチチュールを出してるところだよ。スタッフさん思いっきり逆にやってたよね。あ、スタッフさんこういうのよくわかんないんじゃないかな。あー、カニちゃん出てきましたよ。もうこのままいただきたい。そういえばチャイちゃん、撮影中に食べに行こうとしてなかった。そんなことしてないよね。あ、ほら証拠の映像残ってる。カニちゃん違うよね、ちゃんとやってるかどうか確認しに行ったの。あ、いやチャイちゃんもらってるじゃん。うん、デーペロ。はい、ここからスタッフさんはハートの形に成形していきます。この時もね、チャイ横でずっと見てたの。知ってる、撮影の邪魔するんじゃないかと思ってドキドキしてたよ。うん、見守ってあげてるの。はい、これで綺麗にハートに成形ができました。はい、これは白身魚の細切りかな。そうそうそう、これすごく美味しいってことはないけどさ、ずっと食べてたりするよね。わかる。はい、これを使って内側にハートを作ってます。うん、なかなかお上手だよね。はい、ここからはハートに弓矢を突き刺していくよ。やだ、スタッフさんハートを射抜いちゃうの。でもチャイのハートを射抜けるのはおけんけんだけ。誰もその話興味ないよ。はい、ここからはピエール・マルコリーニの M。 アルファベットは表現するのが難しいから本家よりも大きく作ってるって言ってたよ。うん、そしてピエールの P はすごく簡単だったって言ってたよね。次にシャッシャの部分だよ。はい、ふりかけをまぶします。スタッフさんこのデコレート好きだよね。うん、これがない方がデザインとしてはっきりしてるんだけどね。まあやらせておきましょう。はい、今回初めてのラッピング風。まあ正直ここだけの話ちょっと微妙だよね。うん、そのちょっと微妙なところがスタッフさんらしくて好きだよね。はい、これで今回のピエール・マルコリーニの完成だよ。うん、チャイはチュールがいっぱいあったから大好き。正直カリはさ、チュール食べないからさ、スタッフさんの気持ちだけいただいたよ。え、カリちゃんこれはどういうこと。あ、こりゃまずい。やだ、ありえないんですけど、カリンちゃんだけ特別待遇。チャイちゃんごめん。カリンちゃんチュール食べないから仕方ないよね。チャイちゃんありがとう。もしこの動画が良かったらグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくだよね。ファーイ。